サムスンライオンズ、サムスンライオンズ、サムスンライオンズ、韓国語、サムサンライオンズは、韓国のプロ野球チームである。サムソンライオンズとも呼ばれている。縁コ地、ホームタウンは、テグ広域市。同市内にある、テグサムスンライオンズパークを本拠地とする。韓国最大の大手企業グループでもある、サムスングループが、親会社。本拠地は、当時の李 ビョンチョルオーナーの出身地で、サムスングループの発祥の地でもあるテグに定め、今日に至っている。なお、2012年7月に完成した、歩行の新球場を、準本拠地とし、2012年8月14日から16日まで、初の一軍公式戦を開催し、2013年以降も、時折一軍、二軍ともに公式戦を開催している。韓国プロ野球期から、 親会社の莫大な支援をバックに競合として、訓練してきた。2018年シーズン終了時点で、久保を発足当時から存続する球団としては唯一、シーズン再開の経験がない。2018年シーズン終了現在、累積勝利、ポストシーズン及び韓国シリーズ出場回数で、最多を記録しており、現存球団及び過去に、韓国野球委員会に所属したすべての球団に、 対して、累積対戦成績で勝ちしている。1997年から2008年までの12年、連続ポストシーズン出場の記録は、韓国プロ野球史上最長である。一方で、韓国シリーズ及び他のポストシーズンでは敗退も、多く、韓国シリーズ16回出場で優勝は、半分以下の7度であり、韓国シリーズ出場を競うプレイオフでも12回出場で5勝7敗と、 負け越している。シリーズ初優勝も、韓国プロ野球創設メンバーの中では一番遅い2002年と、後発のハンファイーグルスよりも遅かった。そのため、ポストシーズンでの敗退が重なるたびに、親会社の支援をバックにするフロントの現場への干渉が同行してしまい、1990年代、中盤は3年連続ポストシーズン進出失敗の低迷期を迎えた。 1990年代後半から莫大な予算を投入してフリーエージェント獲得、大型トレード、大物外国人選手獲得などチーム強化に成功すると2002年にはついに悲願の韓国シリーズ優勝を達成した。1990年代後半から2003年までは李昭洋が中心選手として活躍していた。1980年代は 1> 第1回の1982年を含めて、韓国シリーズに4度出場するも当時少数、精鋭で最強戦力を誇ったヘテタイガースなどに阻まれ、準優勝は4度にとどまっていた。2002年まで全高キリーグ統合優勝で、韓国シリーズなしで優勝を決めた1985年が唯一の優勝であった。1986年以降、韓国シリーズが、 必ず開催されるようにルールが改正され、1990年代まで、読売ジャイアンツ出身の新浦俊ト韓国名、金イルユン、広島東洋カープ出身の金城ジョ韓国名、金はじめやす氏が在籍していた。2001年には、バルビーノ・ガルベス、元読売ジャイアンツ、ベン・リベラ、元阪神タイガースも在籍していた。2004年は、 韓国シリーズに進出し、現代ユニコーンズと、史上初となるシリーズ第9戦までもつれ込む熱湯を繰り広げたが、惜しくも敗れた。2004年シーズンオフには、新監督に、先同列が迎えられ、現代から強打の外野手でもある、新昌手、チム・ジョンス、2003年に53本類が、韓国を代表する名将とのボクチン1万。 パクチンマンを A で獲得する等の大型補強を行った。2005年より、春季、秋季キャンプは、日本の沖縄県女村の赤間ボールパークで、実施している。シーズンは中日ドラゴンズからマーチンバルガスも移籍し、レギュラーシーズン優勝、韓国シリーズも4連勝で優勝し、アジアシリーズに進出したが、決勝戦で千葉ロッテマリーンズに敗れ、準優勝に終わった。 2006年シーズンは、レギュラーシーズン優勝。韓国シリーズでも、ハンファイーグルスを4勝1敗1引き分けで退け、2年連続の韓国シリーズ優勝を果たした。韓国シリーズ2連覇は、ヘテタイバース、1986年から1989年、1996年から1997年、現代ユニコーンズ、2003年から2004年に次いで、 三チーム目。前年に続きアジアシリーズに出場したが、予選リーグ最終戦で、台湾の LA ニューベアーズに逆転で敗れ予選で、敗退、3位に終わった。前年までの韓国シリーズに連覇を支えた選手たちに、衰えが見られた2007年は、レギュラーシーズンを4位で終えると、準プレイオフに回り、半ァに1勝2敗で敗れて3連覇はならなかった。 2008年もレギュラーシーズン4位に終わったが、史上最長となる12年連続のポストシーズン進出を決め、準プレーオフでは、レギュラーシーズン3位だったロッテジャイアンツに3連勝し、トサンベアーズとのプレーオフに進出したが敗れた。2009年は、サ明アキラ・酒井などの若手野手が主軸として、さらなる成長を遂げたものの、抑えのものボルカンの戦線離脱など投手陣に不安があり、 ロッテとの4位争いに敗れ5位で13年ぶりにポストシーズン進出を逃し、2010年はレギュラーシーズン2位で2年ぶりにプレイオフ進出を決めた。一方で長年チームを支えてきたハリアカが引退し、9月19日に韓国プロ野球史上最も盛大な引退試合が行われた。プレイオフではトサンベアーズを3勝2敗で下し、4年ぶりに 韓国シリーズ進出を決めたが、SKY バーンズを相手に一勝もできず、4連敗してしまった。12月末に、千道列監督が突如辞任した。2011年からは、リュウ・ナカ・イツが監督として就任した。この年は、守護神野が昇る間の復活もあり、5年ぶりに、レギュラーシーズン優勝を果たした。韓国シリーズでは、SK に4勝1敗で勝利し、 5年ぶりの韓国シリーズ優勝を果たした。アジアシリーズでは予選リーグを2勝1敗の2位で通過、決勝で日本の福岡ソフトバンクホークスを5から3で破り、初優を飾った。2012年より李昭洋が9年ぶりに復帰することとなり、2年連続レギュラーシーズン優勝により3年連続韓国シリーズ出場を。 決め3年連続で韓国シリーズで対戦した SK を破り2連覇を達成した。同年のアジアシリーズにも韓国シリーズ優勝チームとして出場したが台湾のラマゴモンキーズに敗れグループリーグで敗退した。2013年は韓国プロ野球史上初となる3年連続レギュラーシーズン優勝を達成四年連続韓国シリーズに出場し登山を下して 球団史上初の韓国シリーズ3連覇を達成した。なお、レギュラーシーズン戦、韓国シリーズともに3年連続優勝は、韓国プロ野球史上初である。だが、3年連続出場となった2013年の、アジアシリーズでは準決勝で、オーストラリアのキャンベラ・キバルリーの前に敗れた。2014年は、韓国プロ野球史上初の四年連続レギュラーシーズン、優勝。 韓国シリーズ優勝を達成した。2015年は、韓国プロ野球史上初の5年、連続レギュラーシーズン優勝を成したが、韓国シリーズではトサンに敗れた。2016年は7年ぶりにポストシーズン進出に、失敗して、球団史上最低の9位に終わり、竜中一から金監修に監督交代となった。2017年も2年連続9位で、 球団史上初のシーズン勝率3割台と低迷し、同年限りで、李翔陽が現役を引退したため10月3日に引退試合が開催された。2018年は6位で3年、連続ポストシーズン進出に失敗した。久保初年度の1982年から名称変更を行っていない。他に名称変更を行っていないチームはロッテのみである。 1982年より本拠地として使用してきた大屋敷、市民運動場や球場が老朽化したため、2016年よりテグ広域市東部のコトブョ城区のテグサムスンライオンズパークに本拠地を移転した。新しく建設されたこの球場において、西日がきついなどの理由で、以前の本拠地と同じようにサムスンは3類、側ベンチを使用している。 専用練習場は、テグ公域市の東隣、京山市に京山ボールパークがあり、そこで2軍の試合も開催している。また、海外キャンプでは2005年より、継続的に沖縄県女村立赤間運動公園野球場を利用している。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。